行ける国会議員ミワチャンネル突撃永田町スタジオ赤坂プラスから公開生放送でお送りしています。この番組は赤坂のスタジオから水曜日の夕方6時国会議員の方をゲストに招いていろいろお話しいただきます。生放送視聴者参加型番組ということでご覧になっている皆様からユーストリームやニコ生などのコメントを通じてご意見やご質問などをリアルタイムにいただき公開していこうと思います。第192回目のゲストはこの方です。共産党上智子参議院議員です。よろしくお願いします。どうも初めまして。はい、初めまして。すごいですね TPP。 はい、もう寝ても覚めてもです。そうですか、はい。選挙区がご出身がということでしょうか。出身は北海道札幌なんですね、はい。それで北海道そのもので言っても、やっぱり TPP はすごく大きな影響があるので、はい、北海道を挙げて、もうオール北海道で、この間は反対の運動が起こってきてる。もうほとんどの方が反対と言っていいんですかね。まあ、ほとんどというか、生産者のの農業の地域ですので食料に関わる人たちは、反対してますし、はい、北海道の経済団体も、やっぱり一次産業が厳しくなると全体が沈み込むので、そうですよね。共産としてはどういうスタンスなんですか、改めて。私たちは TPP はやっぱり批准すべきではないし、はい、初めからそういう意味では TPP は国民にとっては、100がやって一理なしっていうことで、でそれは農業だけではなくて、はい、医療や、雇用や、はい、国民の暮らしに関わるいろんな分野で、TPP ってそうなんですよね、広範囲なんですよね。す著作権の問題とかもあるみたいですよね。はいはい。で、まあ、北海道としては、まあ、農家の人を中心としてということですよね。はい、それではその話を聞いていきたいと思います。はい、まずは、こちらの幸せ度数年表からいってみたいと思います。はい、はいはい。上智子さんの幸せ度数年表で1955年生まれという。そうですね。すいませんね、女性に年を、はい、もう生まれてますから。銀さんはねしょうがないですよね。宿命ですよね。はい、はい、札幌市に生まれ、あ、はい、札幌ですね。そうです、はいはい。そして、何ですか、白球にかける青春、はい、どういうことですか。もう大体ずっとこの辺のところは、幸せの状態ずっと。本当ですね。あんまり悩みがないかなっていう時代ですね。テニスですかこれは。バレーボールです。あ、バレーボールやられたんですか。バレーボールを中学校高校で、高校卒業してもしばらくやってて、で実業団の人たちがちょっと、解散したのもあって、はい、今度実業団の人と一緒にやって北海道の全道大会ってあったんですけど、はい、そこに参加して。じゃあもう東洋の魔女に憧れてっていう感じですよね。そうですね、世代的にはね。はい、はい。そして白衣の会社で働く、はい、こちらは、これ初めて働いた経験で、すごく面白かったですね。勉強になりましたし。何ですか白衣の会社って。白衣って要するに病院で働く方たち の、 昔でいう看護師さんそうです、そうです、とか、それから作業服なんかも扱ってる会社で、中小企業なんですけど、札幌市内のたぬき工事っていうところに、たぬき工事っていうところにお店があって、そこに働きに行ってました。そうなんですか、はい、はい。そして初めて選挙に出る、これ何歳の時ですか。これだって30から31の時に選挙になったと思うんですね。30ぐらいから多分出てたと思うんですけど。長いですね、はい、政治歴がね。そうです。はい、まあ本当にもう一番初めはどういうきっかけで。初めはいや共産党に入ってましたので、それで党から出ませんかということで、その人の前で話をするのは苦手だったので、いやそんなとんでもないって言ってたんですけど、はい、周りから勧められて、それでも本当に清水の舞台から飛び降りる感じで、はい、何選に出られたんですか。参議院選挙の比例代表。あ、もう最初から中央に。1986年ですから、比例代表選挙が始まって2回目の時なんですね。あ、中曽根内閣時代、ね、そうです。あ、そうです。はい、そうですか、はい。共産党に入ったきっかけは。共産党に入ったきっかけは、まあ、兄がやっていたのもあり、兄を通じて、共産党の言ってることは筋取ってんじゃないかなっていうことがあったと。なんかご両親は自民党員だったんですか。そうなんですよ。
皆さん毎回こういう話が続きますけども、本当で自民党員だったんですか？あのそうですね、あのなかなか自民党新社っていうのはね、今までもいらっしゃいました、自民党員で、自民党員っていうのはねなかなかないですね、だから選挙参謀とかもやってたので、ベタな、そうです。じゃあ鈴木宗男講演会とか、例えば鈴木宗男さんはもうちょっと時代が違うけど、当時の市長とか、あの知事とかの自民党だったんですけど、その人たちを推すためにあ地域で参謀やって、だから選挙活動はよく知ってると思いますけどね。そう、また違う意味でねそうです、じゃあびっくりされたんじゃないですか。だから最初私二十歳の時に共産党に入ったんですけど、はい、あの入るなよっていうふうに最初から言われてて、もうまたねご両親もいろんなところから ね、 どうしてとも子ちゃんあの、共産党なんだよって言われるのが多分辛かったんです。辛しい、めんどくさかったんでしょうね。もうね、だから20で過ぎて、でもあの、ね、30ぐらいになってくると、あのそろそろね、まあ、適齢期じゃないかみたいな話があって周りの人から、まあ、友達は自民党の人が多いわけですけど、そしたら神さんとこの娘に、あのね、紹介してやってもいいけど、共産党だからなっていうふうに言われたって言って、やはり ね、そういう政党で分けられますよね、結婚もね。そんな話を聞かされましたね。そうですか。そして結婚ということですね。そうですね、これは、ね、結構遅かったんですね、42の時に。神さんの年だと遅いですね。遅いですね、あのまあ本当にこう一緒に活動している方だったんですけど、そう、もうその前からお付き合いはされて、お付き合いっていうか、まあ仕事を一緒にしていた、まあ、候補者が30の時からですから、まあなんていうか候補者家業が長かったんですよね。そうだとなかなか結婚もできませんよねそうです、それで一緒に活動している中で、あのなんか安心できるなと。じゃあもう今のキラさんとか路中とか許せないでしょう、はい、いやそろそろまたね、いいんじゃないかと思いますけど、ね、まあ、微笑ましくて時代も変わったなっていうことで ね、はい、異次元の世界ですよねこの神様のね北海道時代とかを比べると ね、なんかあんまりね結婚願望がなかったかもしれません。わかりますよ、そうする、私なんかまだ一回もしたことない多分これからもしないと思いますけど、どんどん過ぎていっちゃいますもんね。そうですね、なんかね面白くてやってるとどんどん気がついたらもう ね、結構な年齢になってる。わかりますよねあの結婚された方がすごい年上だっていうふうにお聞きしたんですけども、そうなんです、15離れてましたから。そうですか、大変申し訳ないんですけど、もう他界されてしまったんです。そうなんですよね。だから42で15上でしょ。そう。57。そうそうそう。それで、何年一緒だったのかな。そう、民生委員の会話みたいです、それでもまあ時間的にはそんなに長い時間一緒にいたわけじゃないけど、あのとてもなんていうか充実してたかなっていう感じはありますね。そうですか。はい、そして結婚後にようやく初当選ということ で、これは何回目の挑戦で当選されたんですか？8回目ですね。7回出て8回目で当選できたということなんで、もう今度ちょっとダメだったら、もうそろそろ降りないとなっていう。いくら党が、まあ、党の押し出しがあって出られるにもかかわらず、さすがに7回も落選されると個人的に、今度こう担いでる人たちが重くなってくるからね、この日本にはね勝ち馬に乗るっていう、ね、言葉もありますからね、またダメなんじゃないかって応援することね、中枢に大臣に行くんじゃないかって応援するじゃね、皆さんテンションも ね、まあ、ね違いますから ね、正直ね、8回目で当選で、46歳の時ですね。46歳で、これはもちろんあのみんな国政を受けあの出馬されたということですね。そうですね、そうです、はい、あの参議院選挙と衆議院選挙と、あの出てましたね、はい、あやはりここでぐんと下がってますね、ご主人と死別されてしまったという、ちょっとご病気だったんです。今まで生きてきた中では最大の悲しい出来事だったですね。ですよね、
こう私だから言うんですけど、晩婚だとね、きっと仲いいでしょうからね。まあそうですね。若い時と違って、ね。はい、すいません、申し訳ないです。はい。そして今、現在3期目ということで。そうなんです。どんなか、あの、委員会とかはどんなものに。ずっと当選した時から変わらないんですけど、農林水産委員会と、はい、まあ、これがあの常任委員会なんですけど、うん、あとはあの特別委員会で、はい、沖縄北方特別委員会っていうのと、あと東日本大震災の復興特別委員会っていうのがあって、それに所属して。そうですか、まあ、3期目ですから参議院で、十数年経ってるわけです ね、 そうですね、もうね、今15年目ですかね。ただまあ落選の時も長かったので、まあ、トントンぐらいですかね、今で。そうですね、15年間ずっと候補者やっていて、で大体それに同じぐらい今。そうですか、どうですか、バッジをつけてた時と、まあ、導入されている時とは。あの、なんて言うんだろう、候補者の時は、みんながこうチヤホヤしてっていうか、まあ、頑張れ頑張れっていう感じだったけど、現職になると厳しくなりますね。やるべきこと、学生が長かったから、やるべきことやってるのかみたいな、周りのは厳しくなります。それで本当に現職の議員として役割が、あの、求められてますし、そういう意味では本当にこう日々努力の毎日っていう感じですけどね。共産党みたいな強固な地盤があっても、やはり支持者の方は厳しいという。そうですね、まあ、やっぱその方が厳しい、基本応援してくれてるんだけども、やっぱりそのすごく願いが強いもんですから、この案件はどうして止まってるのかとか、そうですね、どうなって、ちゃんと反対してるのかとか、あの、そういうことですね。やっぱり政治がなかなかね、あの、国民の皆さんにとっては暮らしが良くなる方向になかなか結びつかないっていうのがイライラするので、もっと頑張ってね、追求してほしいみたいなのは。いや、最近こそね、共産党さんも、まあ、まあ10年に1回ぐらいこうね、ちょっとこういい味出すじゃないですか、すごい、あの、あの、いわゆるこう政権にみんな飽きた時とか、政権が悪いことした時とか、そういう時にバッて共産党に票が入るって時あるじゃないですか。ありますあります。それ以外はね、結構あんまり注目されてない時は多かったですもんね。そうですね、これまでで言うと、そうですね、こう選択肢の外っていうのはね、結構あったと思うんですけど、今はもうしっかり入ってますし、今は野党のね、中枢というか、そうですね、キャスティングボードを握ってると言っていいほどですからね。やっぱりすごく期待が今高いなって感じますね。そうですか、はい、はい、分かりました。一旦締めたいと思います、はい、幸せ度数年表でした、はい、次のコーナーに行ってみたいと思います。最近の政治トピックスです。まあ、農林の方の、常任会に所属されている、ということなんですが、どんなことを今日は。やっぱり今一番のもう焦点になっているのが TPP なんですよね。はい、それで T シャツもあるんですね。はい、はい、まあ、今はちょうど国会で、この臨時国会で安倍政権は批准させようっていう動きになってきてるんですけど、批准っていうのは、あの、要するに国会で承認してもらうという、議会としてですね、承認してもらおうっていう流れになってきてるんですけど、出されたのが、あの、民主党政権の時の、あの、菅さんが総理大臣の時ですから、そうでしたよね、2010年なんですよ、はい、だから2010年の時に出てくる前から出されるんじゃないかって話があって、もう出る前にもう、あの、出てきたらもうね、あの、みんながすぐ分かるようにしようっていうふうに構えてまして、で10年の時に出てきて、その時からでいうともうかれこれ6年越しっていう、立てますよね、ことなんです。その間に審議っていうのは進んでるんですかね。あの、菅さんが出した時は最初ワッとなったんですけど、それからもう翌年が、翌年選挙が2回もあったでしょ、あのね、2011年が東日本大震災があって、それで止まったんですよね。そんなことやってる場合じゃないってことになって、でやっぱり震災対策ってことでずっとやりましたから、でずっとやって、また今度2013年ですかね、また安倍政権ができて自民党政権に戻って、あの、出されてきたと、いうことがあって、でその間だからもう何回質問したかわからないですけど、あの、もうずっと TPP の問題は、あの、どういうふうに影響が出てくるのかっていうことで、いろいろ手を変え品を変えというか、取り組んできましたね。まあ、共産党としては全体、TPP 全体に反対しているということなんですか。そうですね。なんかメリットっていうのがあるんですかね。ないと思います。ない、全くない。ないです。共産党からすると。あの、なんていうんだろう、一体 TPP って何なのっていうことで、
いろいろな議論になるんですけど、はい、結局その自由貿易っていう名前で、なんかすごくこう自由なね、その外国とのやり取りするから、いい面もあるっていうふうに思うんですけども、実際上はやっぱり誰が利益になるのかっていうところがはっきりしていて、まあ世界を股にかけて、まあ利益を上げようっていうことでの多国籍大企業の多国籍の企業が、まあもっと利益を上げていくっていうことで、そのそれぞれの国のいろいろ決めたルールとかそういうものも変えさせていくということで、やろうとしていて、特に日本の中でいうと、まあ、輸出産業で、自動車関連とかね、そういうところはもっと外に出しやすくっていう面では、利益になるだろうと思うのかもしれませんけれども、その一方で日本がこう入ってくるものっていうか、特に農林水産農産物とかそういう関係でいうと大きな打撃を受けることになりますし、まあ、これは関税の関係なんですけど、はい、それ以外でその非関税っていう部分があって、これはそれこそ知的財産権ですとか、はい、それから医療、それから雇用、それから公共事業なんかも外資が入ってきて、日本の国内でも仕事足りないんだけど、そういうのまで入ってきて持っていけるような仕組みも含まれている。食の安全安心はみんなすごく最近は心配が大きくなってますけど、別に加盟しなくてもいい話なんですよね。そうなんですね、だからやっぱりでもそれが一緒に野党共闘を組んでる菅さんがの時に提出された議題じゃないですか。それは今野党内ではどういう話がされてるんですか。まあ民主党、当時は民主党ですけど、中も賛成反対両方に分かれてて、でやっぱりこう経済にとってプラスなんじゃないかっていうふうにバクッと思ってる人たちもいるんだけども、厳密に見たら、限られるんだと思うんですよね。だから本当にこう中小 の、 関連のね企業なんかが本当にみんな利益になるかったら決してそんなことないし、いや怖いですよね。だってこれで決まっちゃったら、今日テレビ局の方も地方の方来てますけど、はい、ネットテレビ、はい、解禁でしたよね、うん、ネットテレビ地上波は今度からネットで見れるじゃないですか。それでまあ地方局は反対してるんで、ずっと反対してきた歴史があるんですけども、いやここの部分だけ、いやここの部分だけ、ネットも見れるし地上局のやつもフォローするからとか言って、どん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 法律って変わっていっちゃうんですよね。保険なんかもね、今日本の中でね保険会社なんかも外資の保険会社がいっぱい入ってて、で郵便局がやっていた簡易保険みたいなのが、批判されて、要するに国が守っちゃダメと、もう自由に競争するんだから、はいはいはい、そういう政府が監視しちゃダメという形で、そういう自由な競争をやるために、郵便局でやってた簡易保険なんかもね、こう、はい、圧力が加わって、今郵便局にもアメリカなんかのね、例えばがん保険なんかもちょっと侵せるみたいになって、そうでしたよね、来てますから、徐々に入ってきて、そうですね、10年スパンで考えて振り返ると、あこんなに変わったっていうのを、気づかされて、やはり国に動かされてるなとか、霞が関の人は主導なんだなっていうことがいっぱいありますよね、世の中って。なんか TPP は最たるものだという、はい、でも議員さんもいろんな方がいらっしゃるじゃないですか。そうですね、まあ、共産党としては、一個のポリシーを持ってやっていらっしゃいますけども、もういろんな議員さん、いろんな事情でバッジをつけた方がいらっしゃって、その時に霞が関の役人から指導してもらったもそのまま通りに言ってしまう、信じてしまう方っていうのも、まあ、悪い方するといらっしゃいますからね。TPP はいやこれはね、共産党反対してるけど、宝ですよって言ったら信じちゃいますよね、もう昨日今日の議員だったらね。そうなんです、そういう恐ろしさってありますよね。私初めて国会議員になった時に、最初の初質問の時っていうのがちょうど日本で初めて、発生した牛の狂牛病と言われた BSE で、ね、90年代ありましたね、発生した時に、最初質問しようと思ったら、省庁の方が来て、まあ、いろいろレクチャーを受けるんですけど、はい、こんなこと質問するんですかって言われるんですよ。というのは新人の時で、要するに、その時に何が原因になってるかってことで、イギリスからですね、その餌、牛の食べる餌で、まあ、肉骨粉っていうものが入ってたんですけど、それが一体どこから入って、どのぐらい入ってて使われてるのかっていうのをみんな疑問に思ってたわけですけど、
そのことを質問するので、その要するに税関を通ってる資料があるはずだから、うん、それを資料として出してほしいっていうことを要求したら、そんなこと質問するんですか、そんな分かりませんよみたいなことを言われて、そんな小さいことっていうことなんでしょうか、まあなんか常識外れみたいな言い方をするんだけど、実は日本の国民の皆さんはみんな関心持ってて、一体それどうなってんだろう、何食べてたんだろうっていう、それ重要ですよね、みんな関心持ってることを聞くのがなんで悪いのかって言って、ちょっとやり取りになったんですけど、今なんかねもう、あのその餌とかは重要な話ですからね。そうですそうですね。だからいや知らないと思って言ったのかもしれませんけど、うん、そういうふうにこう質問しようと思うことをこう潰しにかかるっていうのはあるんだとひるんじゃいますよね、普通だったら、そういう役人に言われたら、これ常識外れっていうことでね、そこはやはりガンと、ね、その辺はだから負けないように、なるほど、あのこうそれはでもいきなり入った人は無理ですよね。そうですね、もうたじろいちゃいますよ ね、 そんなの常識外れですよ、こう議会でこういう質問っていうのはありえませんよってことでもひるんじゃいますよね、そういうこともあるんですね。そういうこともありましたね。あ、それからはやっぱり本当にね、あのちゃんと動じないで、自分が質問したいということをね、あのちゃんと貫くと、もう日本人はねこの時の空気に流されちゃいますからね、ここで発言だって変わっちゃうわけですからね、そうですね。あとその発言で変わるといえば原発ですよね、再稼働反対がなんと、57% になってるんですね、どんどん増えてます ね、 そうですね。先日行われたあの、新潟県知事選ですね、はい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 、そこでも、共産党が、推薦した反対派の知事が知事になったということですよね、候補者が、それもすごいことですよね。すごいことですね。いやもうあの多分あの政府は相当総出でもうあの、あの応援に入ったと思うので、相手の候補者の押し上げのために、だけどやっぱり県民の皆さんが選んだっていうのは、私はあのすごいことだなと思っていて、でやっぱりその原発を再稼働しなくていいっていうのは、あの東日本大震災で福島でのね原発があの水素爆発を起こしてから未だに解決しないじゃないですか、でどれだけの大きな痛手を受けたのかっていうことをみんな経験したので、経験したってことと、やっぱりそれまではずっと安全神話だったわけですよ、あの事故は起こしませんと、大丈夫ですってずっと言ってきたのが事故が起きたっていうことで、もうやっぱり自分の目で確認しないと信じちゃダメっていう風になったと思うんですね。それ以降ずっとあの原発再稼働反対の、まあ、国会での運動が続いてきましたし、そういう流れの中でやっぱり今あの鹿児島もねこの前反対の知事さんが当選したんですけど、はい、仙台原発、ね、続いて今回新潟、新潟の柏崎は、はい、あの一番日本の中ではあの大きな規模の原発ですから、やっぱり非常に不安を持ってるっていうことだと思うんですよね。そういう意味では本当にあのいやでもね、この後に及んでやはり小分け知り顔の人たちは、いやでも地元の人たちの生活はどうなるんだとか、そういうことも言う方非常に多いじゃないですか、こう私たちがどうやって食べてってるのよっていう話もあるし、一方でやはり子どもの甲状腺がんとか、そういう信じられないような、ね、もう痛ましい話もありますし、そういうのをちゃんとこう精査してくれないと困りますよね。ひとたび原発事故が起きるとどういうことになるかっていうことの、このすごく大きさっていうのを、はい、あの福島の原発事故で皆さん実感されたと思うんですね。ひとたびも本当にお金もかかるし、ずっと後々何年も続くっていうことなんで、そうですよね。ただ、まあ、原発はね残念な事故が起こってしまったからこそ、こうやって反対派が 57% も出てるということで、まあ、残念なベースのもとですけども、進展しているということですよね。ただ、そのこの原発を呼んだ人、認知してる人、今も応援してる人っていうのは、あれですよね、やはり賛成票を投じた、議員さんがそれをやってるわけですから、あのやっぱり、そのなんていうのか、私も北海道なんです、北海道にも泊原発ってあって、その原発を設置するまでは、地域の漁民の人たちとか反対してるんだけど、やっぱり力とかお金とかで言うことを聞かせるっていう経過があるんですよ、ね、でその経過の上に立って、そこであのいろんなお金も入ってなんとか経済がね、すごく大変なもんですから、それで経済が成り立っててるっていうふうに思い込んできたんだけども、
でも一旦起こったら大変なことになるし、うん、原発に頼らないそのエネルギーっていうのがね、うん、やっぱり大事じゃないかっていうふうにみんなの見方も変わってきたと思うんですよね。共産党もねお金を出してね、反対の方にね、ダメですか買収するしかないですよねお金の力でもうそうじゃないとねやはりこうダメなんじゃないでしょうかね、うん、ただすごく変わってきたっていうふうに思うんです、うん、世論がね、はいはい、世論が変わってきて徐々に変わってますね、これはかなり強いですね、それでずっと動かないまんま、うん、稼働しないまんまも過ぎて、はい、で最初はその稼働しなければ電力足りなくなるって散々言われてたんだけど、はい、止まっててもちゃんとなんとかなってきたわけですよ。みんな節約したりとか、いろいろ工夫して、だから節約してんですかね。どこ行ってもこの夏も寒かったですよ。クーラーとかはね引かせてますけどね、ただやっぱり自然エネルギーに切り替えることができれば、ヨーロッパなんかもね、だからもう自然エネルギーに対して 100% 以上の信頼が得れれば、なんでこんなことをやるんだっていう、今小泉さんがね、はい、全く共産党の、まあ、多少違うんでしょうけど、意見が結構、ね、方向性がベクトルが一緒になってるじゃないですか、はい、あれはどうですか。いやもうすごく結構なことだなと思いますね。総理経験者で、推進派の文をよ、役所を書いた文といえども、読んでた方がそこまで反対するっていうのは、なんかチェルノブイリに行かれたみたいですね。やっぱり現場の状況を何年か経ってるわけだけど、ご覧になってやっぱりこれはない方がいいっていうふうに判断されたわけだから、それはそれとしてね、すごく重みがある、勇気ある行動というかね、本当に高齢社会の利点ですよね、それがね、昔通り、死ぬと同時に辞めるみたいなイメージがあったじゃないですか、それがね生きてから何十年も経ってるわけですから、そういう人たちが冷静になって、周りのね役人がついてたりとか SP がついてたり、そういうの全部取っ払って素になった自分が言ってるわけですから、かなり重いことだなっていうふうに考えるんですけどね。動かし続けている限りずっとその核のゴミが蓄積されるわけですよね、で何十万年経っても消えないんですよね、そうなんです。どうやって処理するか決まってないのに、動かし続けたらどんどん溜まるわけだから、やっぱりできるだけ早くやめた方がいいっていうことだと思いますよね。そうですか、はい、わかりました、はい、最近のセースピックスでした。いっぱいなんかこのチャンネルって赤旗のニコ生支部そんなに崇高なことは私が話せないですよ。共産党に乗って来ていただいてるんですよ。ありがとうございます。はい、最後のコーナーです。今だから言えるあの日のあの出来事です。なんかちょっと裏話的なことをお話ししていただければと思います。裏話ってなるのかどうか、私やっぱり国会に来てから、はい、もうなんていうか最大の、もう生涯これは絶対忘れられないと思ったのは2011年の大震災なんですよ、はい、で、あの時って国会の中にいたんですけど、はい、震度5弱ぐらいだったから相当揺れたんですよね、北海道、もう思わずこうやって掴んだんですけど、もうすごく揺れて、で大変だねって言ってテレビをつけてみたら津波 の映像がね映し出されて、もうそれだけでもすごい衝撃だったわけですけど、はい、それでこのままじゃいけないと、何とかしなきゃいけないっていうことで、はい、実はその日電車が止まったりして、みんな帰れない日もあったんですけど、人もいたんですけど、はい、宿舎なので、歩いて帰って、宿舎行ったらもう全部落ちてて、本とか全部落ちててぐちゃぐちゃだったんですけど、片付けて、で翌日のもう6時に宿舎を出て、でどこまで行けるか全然分かんない、新幹線も止まってるし、で車で国会議員他の方とも一緒に出発して、で被災地に向かうってことで行ったんですね。でずっと車を進めていったら、至る所がひび割れたとかして大変だったんですけど、ずっと福島の最初向かって海岸沿いが大変だと思って、小名浜海岸に、いわきのですね、小名浜海岸に向かって行ったわけです、それで翌日なので12日ですよね、で行って、そしてもう本当に惨憺たる状況を目の当たりにしたんですけど、そこから引き返して今度福島に向かう、その引き返す時にちょうどそのラジオを聞きながら行ったんだけど、水槽爆発っていうニュースがラジオで流れてきて、これちょっとショックだったですよね。いやこうしていいんだろうかと、でどこまでどうなってるかって全然情報わかんないですから、
もしかしたら被爆するかもしれないっていう不安の中 で、ね、まずはそれですよね。そうです。それでずっと戻してきて、途中通り過ぎてきたんで、後で調べてみたら、あの川俣村だとかね、はい、それからあの辺田村とかってあるんですけど、うん、あの10キロ 圏内は、あの最初はあの狭い範囲だったんだけど、10キロ圏内は出るようにっていうふうに避難指示が出たと思うんですけど、はい、ちょうどそのギリギリのところを通っていたんだなっていうの後で分かったんですけど、はい、本当にちょっとあの怖かったです、その時は。でだけどそこから白島に行って、で福島から今度仙台に向かっていくんですけど、途中であのガソリンがですね、切れると、あでガソリンスタンドが全部もう閉じてるわけです。どうなっちゃったんですか。ガソリンなかったらもうここでね、もうどこにも動けなくなるっていうことで、なんとかしなきゃいけないっていうことで、もうあの探し回ってですね、それで一箇所だけあったんですよ、営業されてるところが。あの、でロープ張ってあって、あの一般車はダメってなってたんですけど、もうその時にはバッジを見せてですね、もう国会議員なんだと、もうそれでもうどうしてもね行かなきゃいけないんだって言って、そしたらまあ渋々ガソリン入れてくれて、でそこから先に行って、まあ、仙台に行ったんですけど、まあ本当に仙台もですね、あの津波ですから、ドロドロの中で、ですよね、それでその現地に行った時に、もうあの自衛隊の方がですね、あのご遺体を捜索してるところに行ったわけですよ。だもうその時はやっぱり本当にこう思わず頭が下がったというか、いや大変な作業をね、もう若い人たちですから、大変な作業をされているっていうことで、本当にご苦労様ですっていうことで話をしたんですけどね、やっぱりそれが一番忘れる。そうですね、そうですよね、あの時からみんなの価値観というか変わってきたんじゃないかなって思います。本当にこうあの、まあ、戦争っていうか、戦争を体験したみたいな気持ちの切り替えというか、全て白紙になったというか、そういうのってやはり50年に1回ぐらい起こるんですね。そういう、こう価値観も覆すような事柄っていうのがね、それでやっぱり現場でね、本当に被災しながらも、あの一生懸命お互いに人助けでやっている姿を見ながら、はい、いやこれはもう本当にね、この国会にいる者としては襟をあの正してっていうか、しっかりやんないとっていう気持ちにさせられた、時でしたね。結局地元に入ったのはいつぐらいだったんですか。地元っていうのは、あ、北海道に、北海道に戻ったのは、それでその時は12、13、と行って14ですかね、戻ってきて、で一回戻ってきてから行かれたんですね。そしてその後北海道もね、津波の被害が函館とか、あの1メートルぐらい の津波来て、あの市場の魚の、いけすの魚がみんなも出ちゃったっていう、街の中に出ちゃったっていうことでしたけどね。そういうところもありましたね。はい、はい、スタジオから質問ありますか。共産党なら豊洲の問題に切り込んでください。あなるほど。まあ、今泣いちゃったんですよね、かみちゃんね、思い出してね。やはりね。豊洲の問題、豊洲についてはもうずっと前からですね、あの共産党の都議団としては、あのまた女性が、ね、前面に出て活躍されましたよね。ずっとあそこはあの元々のね、立っていた工場から言っても、あの地面が非常に汚染されて、まあ、もう踏んでたわけです ね、共産党としてもね。だから市場を作るっていうのはふさわしくないってずっと言っていたし、その当時からその調査すべきっていうことを追求してたんですけど、なかなかあの、ね、土を取って調べるとかもしてなくて、やってくれなかったんですか。やってくれなかったんです、言っても、それでなんか私が聞いた話だと、海側から行って、海から船で入っていって、でそこからなんか自分たちでこう刺して、それであのどう土の質を調べるのに、なんか取って調べたっていう話を、どなたがですか。誰だったか、共産党の支持者の方が、小竹さんっていう議員さんがいるんですけど、この方がすごい人です、ね、その話をしてて、本当であのそのことをすごく詳しく知っている科学者の方とつながってて、はい、で絶対あの土質調べなきゃダメだって言われてて、すごいですね。そういうこともやって、あの都議会で切り込んでたって話を、もう自ら調べて、ね、そういうの役人に頼らないで、そうですね、まあ、当時はね、松井さんでしたから、まあ、言ったとしても、役人がまあ共産党が言ってるんだってことで、
そんな絶対、まあ、舛添さんの前ですね、あの猪瀬さん、石原さん、石原さんの時からですね、その頃から変わってないんです、そうですね、そのブラックボックスと言われている体質がね、まあ、そんなの出しちゃったら大変なことになっちゃって、ね、あの計画が頓挫しちゃいますしね、お金もかかるということで、じゃ あの代替案としては、代替案というか豊洲のに移転は反対だということだったら、共産党はどちらに、それはやっぱりね、住民の皆さんの意見を聞いてってことになると、別にここがいいっていうんではなくね、やっぱり危険なとこには作るべきではない、でも危険なとこしか今残ってないんじゃないですかね東京都はね、もともとはね、もいっぱい出るんじゃないですか、築地がねずっと定着していたわけです、築地にも出たわけですもんね、多少はね、あ、そうかそうか、築地も出たんですね、若干ね、まあね、大変な、あの放浪になっちゃいますね、探してやる、ただ、まあ、そこで有害物質が出たということをあの、まあ、世間に公表するというのは最高のタイミングだ でしょうし、もうアピールというか、まあ、都民にとってもそれはすごい有益な話でしたよね、そうですね、やっぱり将来のことを考えたらね、あの早い 時期に判断して、あの変更するなりっていうことで、まあ、皆さんでね、知恵を出し合うしかないですよね、都民でね、私たちのお金なんですからね、はい、では次の議員さんご紹介していただけますか、はい、はい、この前の参議院選挙で初当選された岩渕智さんということで、はい、はい、で次回は10月26日ということですね、はい、はいはい、あ、この間当選された方なんですか、じゃあ福島出身で添さんと一緒です、そうですね、山添さんも終わったんですか、はい、そうですね、はい、前々回ですね、はいはい、あ、全然前々回ですね、はい、お電話していただけますか、はい、分かりました、はい、スマホじゃないんですね、え古い、じゃあ福島の方なんですね、そうなんです、もうすごい期待で、明日質問なんですよ、初質問、あ、そんな時に電話してね、ごめんなさいね明日はどこで質問なんですか、委員会ですか、何委員会なんですか、経済出ないな、今役人の方と打ち合わせなんじゃないですか、じゃあぜひ、まあ、10月26日ということで、ね、大丈夫ですね、大丈夫だと思うんですけど、あら、どうしたのすいません、6時から7時までの間、あ、早かったんですね、ごめんなさい、どうしましょう、もう少し、もう一回後からしますか、ね、大丈夫です、はい、ありがとうございます、じゃあ一応来週は、もう一回お名前を教えていただけますか、岩渕智さん、岩渕智さん、女性の方ですか、男性の方ですか、女性の方です、女性の方ですね、神、はい、智子さんという名前も珍しいですね、そうなんですね、これはあの、もともとは北海道、今北海道なんですけど、もともとは富山なんですよ、あ、富山の名前が神さん、ね、富山から北海道におじいちゃんおばあちゃんの代に移り住んでますから、富山には何件かあるのかな、あの以前国会に来たばかりの時に大阪から電話来て、大阪の神っていう人から、私も神なんですけど、そういう電話もあるんですか、どっか仙台に繋がってんでしょうかねみたいな電話がね、有名になると大変ですもんねそうですか、今改めて聞きますけども、ご両親はお元気なんですか、あの耳は遠くなりましたけど、あの父が今95で、母が91で、まだ自民党員なんですか、あの自民党はもう当の昔にそうなんですか、でも今は応援さ、ね、共産党の活動を応援してくださる、もともとね政治に明るいお家ですから、選挙だと結構血が騒いだり、そうですね、好きですね、でしょうね、はい、でも当選されるとすごい嬉しいでしょうね、もう楽しみで、あのテレビでやるよって言っとくと、あの見てるんですよね、そうですか、皆さん変わりますよね、やっぱり家族の愛って強いんですよねそうですか、あのすいません、ご主人亡くなってまだ10年も経たないんですか、5年ですか、いや、まだ今3年、あ、3年、2012年ですから、今6年だから3年ですか、3年、どういうご家族構成で
暮らしてらっしゃるんですか？もう夫と私と2人だったので。じゃあお一人、そうですね。ここにいる人たちもみんな独居老人ですから。そうですか。そんな家族に恵まれませんから、みんな。そうですか。待機老人ホームの老人ですから、みんな。私も含めて。そうですか。じゃあ大変申し訳ないんですけど、再婚とかはもう考えられないんですか？再婚はもうちょっとね、そういう出会いがあればあれですけど、前向きですね。神さんね。でも結構出会いはもういっぱいあられるから、万が一本当に寂しいと思ったらね、結婚された方がいいですよね。私今すごく忙しいので、全然そういうふうに思わないんですけど。でも支持者の方とか、そういう相談に来られる方っていうのはたくさんいると思うんで、正直言って寂しいとかないんでしょうね。そうです。今のところはそうですね。一人になったらどうか。立ち外した時ですね。そうですね。ね、支援者の方、今から目つけてね。ぜひね、そうしていただければ、私たちも嬉しいと思いますね、本当にね。今言ってる歯医者さんの女医さんなんですけど、あ、女医さん、この方が面白い人でね、いろいろおしゃべりするんですけど、そしたら岸恵子さん知ってますか？割りなき恋見ましたよ、この。それで岸恵子さんは3回結婚したんだって言って、あ、3回結婚したんですか？だから神先生もぜひ諦めないでとかって言われました。すごいね。すごい唐突ですけど面白いですね。面白いです。イブシャンピさんの後2回結婚してるんだ。そうなんですね。私も知らなかったんです。いや、これからですよ、本当に。そのバッチ外してから肉食人生をね、いただければ私たちも本当に嬉しく思いますね。本当にごめんなさい、一緒だな。すいません。どうでしたか、こういう番組は？いや、面白かったですね。すいませんね。楽しみにして参りました。本当ですか、嬉しいです。お綺麗な方が司会進行ということで。緊張しちゃいますね。どうもありがとうございます。神さんのいいところを引き出せればいいなというふうに思ったんですけど、はい、TPP 反対活動頑張ってください。国民の方の、メリットになるように、くれぐれもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。第192回目のゲストは共産党神智子参議院議員でした。どうもありがとうございました。